ですね、ここからはですね、私の方で少し時間をいただいてですね、今日の、テーマチームとかですね、組織に関する、話題提供させていただきたいと思います。私自身もですね、アベナ支援でですね、なんとかこう、まあ、スタッフのですね、こうモチベーションを高めてですね、こう従業員の能力を引き出して、またですね、こう、スタッフ一人一人のですね、こう希望とかですね、こう満足とかそういうものを、まあ、叶えられればということですね、まあ、500の改善のうちのですね、おそらく100くらいはですね、こうスタッフとかですね、組織に関わるものだったのではないかなというふうに思っておりまして、ここは非常に悩みながらですね、今も手探りしているようなテーマです。なんかね、こう私も胸が痛い気持ちもちょっとあるんですけれども、まあ、人事制度あった方がいいのは分かってても、作る余裕がなかったりですとか、ね、お給料もちろん上げてあげたいんですよ、でもその予算がないとかですね、まあ、仕事が不規則だったりきつかったりですね、これ、まあ、やっぱり誰かをやらなきゃいけない仕事ってあるわけですね、まあ、そういうことを考えるとですね、非常に難しくてですね、まあ、これやっぱり理論だけではですね、こうチームとか組織の話題って解決しないと思います。ですから今日はですね、実践を実際にされてるとですね、ゲストの方と一緒にですね、考えていきたいと思ってですね、こういう場を用意させていただいた次第です。最初の2ステージはですね、割とこうサークル的なマネジメントでなんとかなっちゃうなというふうに私は思っていますね。なんか大学のサークルを思い描いていただければと思うんですけど、そんなにちゃんとした制度とかなくてもですね、お互い顔が分かっててですね、一緒に毎日時間過ごしてればやれちゃうっていうステージですね。でそこからですね、こう正規雇用の人をどんどん増やしていくとですね、やっぱりこう、まあ、公平性とかですね、やっぱりこうなんか役割分担とかいろいろ考えることが増えてきてですね、やっぱりこう企業的になっていくと思うんですね。で企業的なマネジメントってやっぱりもうノウハウ十分あると思います。もう人事労務的なですね、本とかですね、レクチャーとか専門家とかいっぱいありますから、まあそれはいいんですけれども、じゃあで農業界でもほとんどの現場がそうであろう、サークル的なマネジメントってどうしたらいいのっていうところはですね、皆さん我流でやってらっしゃいませんか？私もそう思います。我流は悪いってわけじゃなくてですね、これ多分指針とかですね、なんか指標になるものないんだと思うんですね。皆さんこんばんは。株式会社ドロップ代表取締役の三浦彩香と申します。私出身は広島県なんですけども、しばらく東京でアパレルの仕事とか広告代理業とかをやっていて、もう本当に農地だけに惚れ込んで、今茨城県の方で、移住をしてフルーツトマト専門の農場を経営をしております。これはですね、平均年齢今33歳、ちょっと化学式みたいな組織図になりましたけど、ほぼ非農家出身の、僕も含めて非農家出身がメインです。クワの使い方なんか全然わからない、トラクターなんか当然乗ったことないって人も多いですけども、大きな円ですね、ピンクの円が、収穫出荷です。その円の中に、グリーンの円があって、これは畑です。つまりこの中に全員がいる、僕も含めて全員がいる感じです。ここでなんか正直すごくうまくいってる風に見えたんですね見えたんですけど、実は全然うまくいってなくて、やっぱりそこがこうズズズズズって落ちてるんですけど、人間関係とか、この時なぜ失敗したかというと、任せすぎたっていうのがすごく大きくって、私の下にマネージャーの立場の子をつけて、その子に出荷のスケジュールとかも任せ始めていて、ようやくこう綺麗に回り始めたなって見えたのが、この拡大してすぐぐらいのタイミングだったんですね。でも実際はその子もすごくいっぱいいっぱいの中、一生懸命頑張ってくれてて、もう本当にいっぱいいっぱいになって、いろんなことがおろそかになり始めていて、それを見たその下についてるリーダーたちが、いやいやできてないじゃんっていう雰囲気ができてしまったりとか、本当にこうなんか申し訳ない状況になってしまって、ドドンって一回落ちてます。漫画界ももう世界的にね、日本の漫画界すごいですから、それはやっぱりもうプロとしてのアシスタントの方がいるというか、もちろんデビューを目指して修行としてやってる方もいるけど、もうプロとしてアシスタントの方がいるっていうのを聞いて、農業界だってそうなっていいんじゃないかなっていう、誰も彼もが独立しなくたっていいんじゃないかな。で、経営者は意外とない能力たくさん持ってるんで、一緒にやってくんないかっていう感じですよね、僕の方からすれば。それを一緒にやれたら、この業界はもっと面白くなると思ってます。はい、